1967年の阪急ブレーブスでは、1967年の阪急ブレーブスの動向をまとめる。この年の阪急ブレーブスは、西本幸男監督の5年目のシーズンであり、球団創設以来初のリーグ優勝を果たしたシーズンである。1964年に2位に浮上して、以来、4位5位とチーム成績が年々下降。主力選手に、 負け犬根性が染み付く中で、西本監督は1966年のシーズン終了後、周期キャンプ直前に残留予定の選手を西宮球場の会議室に集め、次のシーズンも引き続き、一緒に戦ってくれる覚悟のあるものは丸印を、そうでないものは因を無記名で記載する認投票を実施した。45票中、罰が7票。 白紙が4票で、以外が11票という結果に、西本は、球団社長の岡野優に辞任を申し出た。岡野は、西本の辞意を、オーナーの小林米蔵に伝えたが、小林は、うちの監督は、西本君しかいないとそれを認めず、続投が決まった。周期キャンプでは、最終日に偶然から西本と若手のマンツーマンによる、打撃練習が行われ、 やがて主力選手も参加する練習へと発展し、西本道場と呼ばれた。投手陣では長くチームを引っ張ったベテランの米田哲也、梶本隆尾などが開幕から現実に勝ち星を重ね、足立光弘や石井茂雄などもそれなりの成績を残して、西本監督の期待に応えた。打撃陣では2年目の長受け徳氏が、青田昇ヘッドコーチの指導もあって、本塁打を量産し、 ダリル・スペンサーやゴードン・ウィンリー、森本清や住友大などもそれなりの成績を収めた。チームは4月を首位で終了するとそれ以降は西鉄、南海、東映といった A クラス常連を寄せ付けず、開幕から一度も首位から滑り落ちることなく10月1日に、準本拠地の西京国球場で球団創設以来の初優勝を達成。日本シリーズは、 川上哲次監督率いる巨人との初対決となったが初優勝で選手が燃え尽きたのか2勝4敗で敗退した。ありがとうございます。